不審者マークではなかったけど、その時には撮ってたのか、わかんない、ついてたのかな、私が見てなかっただけかも。友達ね、いつ撮ったんだろう、去年、でも去年撮ってなかった気がするんだよね。誕生日が3月とかで遅くてさ、なかなか撮れないみたいな言ってて、びっくりした、運転してて。アレルギーでかくなってんな。どんな車わかんない、乗ったけどあんま車詳しくないからわかんない。友達と永遠に喋ってた。お腹いっぱいですよ、いっぱい、お腹いっぱい。かわいい。いつもとメイク違うかな、わかんない。顔赤いかも、ここら辺ちょっと猫アレルギーで。アレルギー出ちゃった。油断してたわ、それでかも、ちょっと赤い。それでかもしれない。いや、いけると思ったんだけどな。なんかアレルギーでちょっと荒れてみえるけど、猫アレルギーでした。目元が違く見える、嘘、違うかな。あ、ラメいつもと違うの使ってるかも、でもそのくらい。あと一緒だよ、あと妹のラメ借りた。本当のラメ、それかな。なんか明日いいラメがあったら買いに行こうかな。妹も借りたから。寝るしてないよ。してない。今は800、なんかね、昨日からなってるけど、昨日からなんか急に出始めた。最近落ち着いてたのに。お腹いっぱいだ、めっちゃ食べてきた。猫パーツ違うよ、爪何も乗ってないって見せたんだよ。猫好きなんだけどアレルギーなんだよね。あ、私時計持ってくの忘れた、もしかして時計っていうか、もう一個時計じゃないけど、もう一個の携帯。スイッチで時間見ようと思ったら充電なかった。充電器借りよう。大丈夫か。携帯忘れたもん、一個の時間がわかんない。まあなんとかなるか。部屋に時あるけどね、合ってないんだよね、あれ。もうね、部屋にある時動いてるけど、今ね12時過ぎてる。12時4分とか、時計、あのデジタル時計じゃない、普通の針の時計。今12時4分かかってる時計、合ってない。誰も見ないんだよね、かかってるけど合ってないから。そう、合ってないんですよ。
それはいつ見る？このトゲかかってる時？見ない。あるだけ。インテリアだね、ただの。合わせないね、なんかもうずっとある、めんどくさくて多分誰もやってない。ただのインテリアです、今。いて、見つけた。昨日のさ、付箋いっぱいあったやつ、無事に。なんかさ、あれ、なんか、今なんか、もしかして止まったりしてない？画面。一瞬暗くなった。私の画面だけかな。なんか暗くなったりしてた。で、止まる？やっぱそうだよね。なんかね、一瞬なった？なんか画面が2回ぐらいさっきなった。なんでだ。なんか急になって急に治るんだよね。戻ったっぽいけど、赤くなってるか両方。え、赤くなってるのに普通にチーク塗っちゃった。普通のメイクの感覚で。もうアレルギーで赤くなってんのにさ、またなんか重ねちゃったチーク。そういえば。いや、塗んなくてよかった今日。絶対塗らなくてよかった。塗っちゃった。最近チーク塗ってて、いつもの感覚で普通に塗ってたわ、そういえば。いつより赤いかもしれない。うん、クモいる、画面に。かわいい。アレルギーで赤くなってんのに、あ、チーク足しちゃった。間違えた。塗んなくてよかった。次メイクするときは塗らないようにしよう。聞いてなかったら髪が。赤くなっちゃう、若干荒れちゃうんだけどさ、アレルギー出たら別に何もあれだからね。そう、そう、書かなかったらひどくならないから、触らないようにしないと、書かないようにしないと。食べ放題行ったけど、そんなにないっぱい食べてない。いっぱい食べてはないけど、お腹いっぱい。なんかめっちゃさ、こう注文する方式のさ、食べ放題でさ、何回も注文したの、ドリンクぐらい。ドリンク飲んだぐらい。そんな食べ物も一番最初に頼んだ量でもお腹いっぱいだった、二人とも。友達がめっちゃドリンク飲むさ、ペースが速くてさ、びっくりした。私3杯飲んだんだけど、梨ジュース飲んで3杯飲んで、全部梨ジュースで、友達リンゴジュース4杯とウーロン茶1杯飲んでた。めっちゃ飲んでてびっくりした。速くない？とか言って。友達が3杯目頼むタイミングと2杯目、私が2杯目頼むタイミングで一緒っていう。びっくりした、早すぎて。ノーピース。お酒飲んでない、普通にソフトドリンク。友達が3月誕生日だからね、まだ20歳じゃないんだよね、19歳。友達一緒にご飯行った子だから、ソフトドリンクです。めっちゃ飲んでた。なんかリンゴジュース好きだから飲むの早いって言って、いや早すぎでしょって言って。リンゴジュース好きだから、そうだから最後の一杯ウーロン茶にしてた。いや、これダメだわ、リンゴジュースって飲みすぎちゃうって言ってウーロン茶にしてた。面白い、ちょっと変わってる友達。そう、リンゴジュース好きだから、なんか飲むの早くないって言ったらさ、早くないって言ったら、
これあれだよ、リンゴジュースだからだよって言ってた。リンゴジュース好きなんだよねって言って飲んでた。そうだから最後だけうのんちゃんにしてた。私になったら、私になったらその子と一緒に飲むんじゃない？でもその子になるの来年の3月だからな。もしさ成人式の日とかにさ、じゃあちょうどいいからご飯食べ行こうよってなってもさ、その子成人してないっていうね。成人はしてるか、あの二十歳になってないっていう。飲めないんで、まだ一緒に飲めるのは先ですね。そう3月なの。その子の誕生日、その子ちょっと変わってるんだよな。天然入ってると思う、その友達。うん、面白い、ちょっとずっとね、そう友達が運転してくれてドライブで。もうなんかね、ドライブする予定なかったんだけど、なんか帰るにはちょっと早いねみたいな、そっからね何時間もドライブしてたな。結局この時間やって、あやばいみたいな、気づいたら時間経って、そろそろ帰るかって言って帰った。なんかご飯食べた後になんか地球グミが食べたいって言って、友達がじゃあなんかどっか買いに行ってみるかって売ってありそうなとこに行って、いつこ行ったらなんかクレーンゲームがすごいのさ、施設お店の中にクレーンゲームがあって、クレーンゲームの中になんか地球グミがあってね、ここにあるからでももしかしたら普通に売ってるかもと思ってこう見に行ったら、なんだっけな、桃のグミといちごのなんか地球グミみたいなさ、ああいうプラスチックの容器に入ったやつ、あれが売ってあって、地球グミはなくって、いちごのグミ買って帰った、買ってそう食べてみたいな。なかった地球グミ。5時分ありがとう。そうで、その後2人でドライブして帰ってきた。じゃあ13位からランキング読みます。13位、中身さんありがとうございます。12位、お豆さんありがとうございます。11位、バトニーさんありがとうございます。10位、筋肉愛好家さんありがとうございます。9位、丸岡優輝さんありがとうございます。8位、正宗さんありがとうございます。7位、直人さんありがとうございます。6位、楽楽さんありがとうございます。5位、ラスカールさんありがとうございます。4位、としのりさんありがとうございます。3位、とわさんありがとうございます。次、2位、まるさんありがとうございます。そして1位が佐々木俊介さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。よし、スイッチの充電できてるか、あ、時間見れる。56分だ今。ありがとうございました。明日は、明日もちょっとお出かけするから、夜できるか、そんな遅くまで。明日も夜ご飯食べ行くんだよね。明日はだってそんな家族でご飯食べ行くから、そんなに遅くまで行かないと思うので、普通にできると思う。今日より早い時間にできると思うけどな。で、明日夜お昼できなさそうだ。もう出かけてそう明日。
あーできないかな、準備しなきゃ。だから夜するね、明日夜1回かな、夜1回かも。夜一回、朝多分バタバタしてる朝バタバタしてる人は夜かな。多分23時台できそうだったらそれ毎回するけど、ちょっとわかんない、今日みたいになっちゃうかもしれないし、今日そう、あの23時過ぎてくるかもしれない。まあわかんない、多分言わしたはとりあえず夜1回だ。そんな感じかな。明日も妹とで、明日も明日は、うん、今日は妹と出かけてないよ明日も出る、お出かけ。妹とちょっとラメ買いに行こう。ラメ、これ妹にラメ借りたんだよね今日、わかんないけどこれ光ってる、これラメ、これ妹の、なんか買いに行こうかな、自分の妹にくれたラメ、ラメ買おう、自分の買おう、持ってるけど、もともと自分のちょっと新しいの買おうかな。ラメが大きいやつ、ラーメンじゃないよ、ラメラメ化粧品。あ、59分だ、あとちょっとで切れちゃうかな、これちょっと秒数がわかんない今日じゃあ明日は夜1回かな、配信ですね。本当にギャルじゃないよ普通普通ギャルではない。じゃあまた明日ですね、明日は1回配信会のつもりです、夜に1回。じゃあもうちょっとで切れちゃおうかな、多分。じゃあまた明日、ありがとうございました、おやすみなさい、バイバーイ、おやすみ、また明日、おやすみなさーんおやすみ、バイバーイそろそろ切れちゃう、おやすみ。